源氏物語の起こりは、中世的な伝承に彩られた形で、源氏物語が成立した事情を説明した文書である。源氏物語の起こりは、源氏物語固形図、源氏物語の注釈書、源氏物語の公害書、その他、無名造詞、古本説話集、別本、紫式部日記といった、源氏物語について触れられる様々な文書の一部として、 あるいは独立した一つの文書として存在する。源氏物語が、ふつに導きによって書かれた物語である。あるいは源氏物語が、仏典の裏に書かれた物語であるとするのは、源氏物語のような物語を、仏教の教えの一つである、盲語に反するものであり、源氏物語を罪深い書であるとしてその写本の裏に、 仏典を書きつけて供養した現実供養の影響ではないかとの指摘がある。現氏物語成立の事情を伝えてきたとされるこの現氏物語の起こりも近世以降の主として国学者たちの研究によって事実関係の矛盾が指摘されそのまま真実ではないと考えられるようになった。しかしながら鎌倉時代の注釈書光る現物語本時には 大祭園戦士内心脳へ参らせるる本なる写本が存在したことが記されているなど、源氏物語が戦士内心脳からの要請に基づいて執筆されたとする部分については何らかの事実を反映しているのではないかとする見方もある。伝えられる写本によって内容が異なる点も多い。鎌倉時代初期に成立した無名像史では石山寺も登場せず、単に紫式部が 藤原明子の命で、源氏物語を表したというだけの話である。時代が下るに従って、次第に、様々な要素が付け加わって内容が膨らんできたと見られるため、最も整った形のものを以下に示す。紫式部は幼い頃から親しかった、西宮左大臣と呼ばれた、源の孔明が、謀反の容疑によって、太宰府へ流されたため別れることになり、 嘆き悲しんでいた。折しも長く、祭院を務め、大祭院と呼ばれた戦士内親王から、ある時、紫式部の主人であった、上等門院に対して、何か、面白い物語はないかとの問い合わせがあった。うつほ物語や、竹取物語のような既存の物語はあったが、目慣れてより珍しいとは言い難いので、新しい物語を作って献上することになり、 藤原明子が紫式部にその役目を任せた。紫式部は構想を練るため、石山寺にこもって何日もかけて祈っていたところ、8月15日の夜に月が琵琶湖の湖水に移って、物語の情景が浮かんだため、忘れないうちにと仏前にあった大般若境の漁師を本尊からもらい受けて、妻の巻の 今宵は十五夜なりけりとおぼし入れてとあるところから書き始め、やがて、源氏物語全六十条を完成させた。この六十条のうち六条は、秘伝として某所に隠され、五十四条のみが世に広まることになった。ありがとうございます。